はい、それではですね、あの二千二十年合格を目指すための担当サルベージゼミの。ガイダンスをですね、始めていきたいと、このように思います。はい、レクセンに越しの宮内です。どうもこんばんは。はい、皆さんね、まずあの担当試験の現状から言いますと今、今合格率が。今年、去年ですけどね、まあ一応20%だったんですよ。でもね、この担当の合格率というのは、その一定しておりません。 まずこれれを皆さんに言わなければならなけらい点です。論文の合格率は常に25%前後です。それはどうしようかというと偏差値を決めているからです。だから偏差値のいわゆる54点ですね軒並み平均にして54点以上あればねあの1科目でも偏差値47を下回らない限り受かるというそういう基準ですからね。でも担当はですねこういう基準なんですよ。常に39点以上で。 トータルがで一つでも4割未満がなないいいこことというこの基準以外にないんですしかも素点素点というか普通に点数で合否を決めますから偏差値とかじゃないんですね。なので難しい問題を作った時は合格率が10%を切ります。で逆に簡単な問題を作った時は一番マックスで30%ぐらい受かった年があります。 だから、ね、作る側の力量というか作る側のこのレベルをどう設定するかによって合否がこうあの合格者の人数が上がったり下がったりするんですがね比較的まあ安定してるんですよつまり15%から20%の間で推移してますのでやはりあの少なくとも私はねあの10分の1に入るぐらいの目標を持って勉強することが大事だと思います。あの なんかこうあるね模試を受けた時に答連を受けた時にね10分の1に入るぞっていうところを目指して頑張ってほしいんですよ。ねそうするとあのもし今年の担当試験が本当に10分の1ぐらいしか入らない試験だったとしたらねやっぱりそのぐらいの厳しさを持って望むべきだと思うからねじゃあどうすればいいかということでしょうはい簡単ですこれ過去問が必要条件だとするならば合格のための。 やはり過去問以外の新作問題に強くなることが十分条件なんですよ。そこで合否決まります。あのどうしよかというと、まあ、皆さんも経験があると思いますけど。過去問だけやってても受からない人がいる。過去問だけやってても受かる人がいるっていうのは事実です。でも、おそらくですね。受からない人っていうのは、大いに悩む人っていうのは。過去問どんだけやっても受からないと。ね。私の答弁はもうね。 あの数え切れないほどそういう方々を見てきました。で、それはあの逆に言うと格問式やってないから受からないんですよ。なので、えー、新作問題、私はねあの先日1月の2日にあの新春模試道場というのをやりましたよね。で、その時にあの格問もあったけど、あの格問超古いのを出したりしたんですよ。今の体系別に載ってないような平成19年とかね。だから。 あの体型別だけしか見てない人にとっては新作問題ですよねであと本当に私がオリジナリティ溢れるれるオリジナリティのね完全にあのそういうあの新作問題を出しました結果ですね平均点が24点というねあの非常に厳しい結果にだったんですよつまり何が言いたいか新作問題に弱いいととうことです、えー、だから私のこのサルベージゼミのいいところは新作問題を出していきます あと、え先生、それだけですか、過去問も出してほしいという人もいるでしょう、う過去問のうち、正答率がやや低いもの、あるいは低いものを出していきたいと思います。なぜかというと、正答率の高いものを出してもです、ね、それは皆さん正解できるわけですよ、そんなの勉強する価値はあまりないと思うんです、皆さん自学自習できるから、ね、だからやっぱりあの、簡単なものも出すかもしれませんが、それはオリジナルとして出します。ね オリジナルで出すとねたとえ簡単なものであっても皆さん引っかかる傾向がありますんでね、えーまあ、そういうところをねまんべんなく出していきたいとまんべんなくっていうのは分野的に穴をなくすじゃあ具体的に言うとどういう感じかというとね今日のレジュメ見てください皆さんこれ説明会用レジュメがありますでこれのですね皆さんねはいあの枝1から見ていってください22ページほらまあ比較的簡単ですよねうんでも過去問には出たことないよこれはい。 もものの発明胃がされている場合胃に隠るものを輸出する行為は胃についての実施に該当するとどうですこれ簡単でしょ丸でしょほら見てくださいほら丸ですよねで私のねこの回答ってねただ丸ツだけはないんですよ趣旨も一緒に学んでいこうということなんですあのねちょっと緑塗ってくださいこれ青本の記載ですけどほら経済のグローバル化の進展により 我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大するなど模倣品問題の国際化深刻化に鑑みほらちゃんとね青本レベルのこの理由付けだから実は口実対策論文対策にもなると。ね、大概のあの担当の問題集っっててて回答をつけて根拠条文があって終わりでしょうんだけじゃなくてこういうところまでこうあの一緒に抑えていきましょうというね一石二鳥を狙ってるんですよ。 ね、なので平成18年改正、ね、何年改正というのも学べるだから実施を追加したみたいなね、えー、ということですよはいねこういう問題、ね、次の問題もちょっと見てみましょうかはい、えー、2番方法の発明意が,がされた場合意にかかる方法の使用に用いるものを生産する行為は意についての実施に該当すると。 これどうでしょうか。丸にする人もいるかもしれませんね。でもこれはあのいわゆるあの技術的範囲に属しませんよね。うん。だってあの方法なのにモノですよ。方法の発明なのにモノは技術的範囲に属しませんね。はい。なのではいちょっと解説は青で塗っていくとね。はい、えー。方法の使用に用いるものを生産する行為は実施に該当しないとね。 でもさなんとなくこう悪いよなとそういうものを無断でやるのはねなので補足的に直書きで、ね、なお101条4号5号に該当する可能性あるこんな感じで解説していけばね応用力はつくじゃないですか商標法なんかでもよくありますよね次のうち使用に該当するものはどれかみたいなねで、該当するやつは根拠条文を示せばいいんだけど該当しないやつであっても悪質性の高い行為はあると思うんですよね。 そういうものは使用じゃなくてもいわゆる予備鉄行為として37条の、まあ、例えば5号とか6号とかね7号に該当する可能性があるでしょそういうところまで学んでいこうというね、まあ、そういうところをねこの条文レベルで答えられるようにする実力をつけていくと、ね、でさらにはこういうアドバイスもします皆さんねこの101条4号5号というのはね論文にも出たことあるんだよとなのでねここはついでに論文書去ももちょっとやっておこうよとはい。 平成22年のね「特実通」ももし余力があったらやっといてくれよみたいな論文的なアドバイスもすると、ね、そしたらさ皆さんちょっと不安げな人もいるでしょ担当ばっかり勉強しててちょっと論文も全くやらないのはねっていうのはだから私はこうやってアドバイスしますからこの辺はちょっと論文でね過去問見といてくれよみたいな、ね、理想源でもいいしなんか自分の持ってる論文過去問の問題集でもいいしねはいそんな感じなんですよ。 ねはい、でまあそんな感じで全部やる必要はないと思うんですけどイメージ的には分かったでしょこんな感じで毎回ね100枝ずつ出していきます。ね、で解説もねただ条文だけのもあるし青本レベルも書いてるし施工規則レベルで出すやつもあるしねいろいろでしょで、はい、ということで皆さん今日ねガイダンスでこの問題を出しましたんで同じ問題は出しませんけどね。<laughs> あの似たような偏見問題は出すかもしれませんけど、ね、そんな感じでやっていいくととうことです、ね、でなぜこういう形式なのかといつものね担当のワンセットでやるやつあるじゃんエダワンセットでそれは私は皆さんが今後受ける担当実践討論ここで鍛えてもらえればいいかなと思ってるんで,で同じことをやるのは能がないと思ったもんですから私。ね であとほら皆さんこれまで担当基礎力完成講座の当連編でもやっていたしねであのナビゲートゼミでも似たようなことをやりますだからやっぱりここは一つ一問一答をこの一つ一つ丹念に解いていくっていう習慣であの育成あか問題に強くなる訓練をしていった方がいいかなっていう趣旨の下で一問一答でしかもほらフォーマット的に見やすいでしょ左が問題右が回答だから単純になんか下敷き置いてね紙でもいいわ隠しながらねやれば。 非常にこう使いやすい、使い勝手も考えて、あの、このタイプにしました。ね、そこはまず一つの特徴点です。はい、じゃあ、次の特徴点も言いますとね。皆さん、あの、ミアレジミニマムスタンダードというのがついてくるって言いましたけど。そのサンプルがですね、二ページからついてます。うん、これ、まあ、俗に言うミアレジなんですけどね。あの、まあ、ミアレジ、まあ、そのものではないんですよ。 あの皆さんが短期祖とかで使っているミアレジと似てますけどより簡略化してます、ええ、なのであの皆さんミアレジっていうのはね各科目ごとに存在するじゃないですかもう合殺します特実衣装情緒譜全部合殺ねちょっと合殺嫌いな人いるかもしれないけどそれでもう全部それあの特実衣装情緒譜まで合殺しますからもうオールインワンですよね だからもう担当の勉強をするときにそれ一冊プラス条文さえ持っていればあとはもうそれ見ればいいわみたいな状態にしていきたいというところがあるというところがあります、ね。で特にね皆さんねちょっとあの意証法を見てほしいんですよはい8ページで当然ですねこの意証法を見てお分かりのとおりあの改正されております意証法は。なので特に皆さんねちょっとあの えーとねえー、誰か体型別問題集を持っている人います、今、あのー、衣装のね、今年の体型別、ね、ちょっとあの受験生からお借りしてきましたで何が言いたいかというと、ねえー、例えば、えー、平成28年の衣装法1見てください,、はい、ご覧のとおり <laughs> 皆さん、はい、いや何が言いたいかこれ法改正の影響を受けてるんですよ。ね あの、意匠法における意匠に関し、次のうち正しいものはどれかというでしょう。見てください。245削除してるでしょう。これなぜ、えー、削除してるのかというとね。レックもね。あれです。君子危うきに近寄らずっていうことなんですよ。つまり、改正の影響を受けることで、マルかバツかわからない。マルかバツかわからないから、もう削除しちゃったんです。だからマルかバツか100%自信があるやつだけ残してるんですよ。 皆さんどう思いますこれ私は企業の姿勢としてはいいと思いますそうですよねこれでその解釈に疑義が生じるものをあえて問題化していやこれ丸やないの罰がないよのと言われるよりはもう安全なところでねもう削除してしまったとこれはレックの姿勢を私は理解しますしかししかし実はこれで削除されたやつについて皆さんがどう考えるかこれが私は大事だと思うんですよええ ではもちろんグレーのやつもありますよでもちゃんと私は答え出しますねえあの非常にハイリスクなものもありますでもそれを皆さんがね考えてもらうことで実際に皆さんが弁理士になった時にむしろ弁理士になったらこの削除されたような案件しか相談に来ませんよそうでしょう丸かかかかははっきり分かるやつは相談に来ませんからそもそもそそうでしょうだからやっぱり弁理士として皆さんがね しっかりとお客さんに対してグレーなものでもアドバイスできるようになる力をつけるためにはむしろこういうところで削除されてしまったようなやつを私はねあえて出していきたいなとでちゃんと私は根拠を持って答えていますからそれがやっぱ大事だと思います。ね、ということで体型別持ってる人でもねあのお得ですよねこう削除されたやつを出していくわけですから。 <laughs> であの改正の影響によって丸になるか×になるかというところも踏まえて皆さんに、ね、この答えていってもらうというところです。あとね、ちゃんとあの、はいえー、改正にある程度対応しているのは分かるんですけど例えば適当に今開きましたけどこの解説見てください、この3、丸審査基準24.1.7.3とありますよね。 はい、この出店番号がまるで意味がなくなりますえもう皆さんご承知の通り審査基準商標のもうこれねフルモデルチェンジなんですようんだから残念ながらこの体系別を買ってしまった人はもうしょうがないよねこれうん不可抗力だよねレック的にも不可抗力だし皆さん的にも不可抗力そこをリカバーできるのがこのゼミですよ、ね、だから私はこういうねこの,あの丸バツには影響ないと思うよ でもこういう出典が変わったやつをあえて出すことによって今まではこ,うこれが出店だけど今後は出典はこれになるよというのをね示していきたいということなんですよる。こういうのも出す必要ないよねこれはもう条文レベルだからね変わらない改正後も。で改正後はこれじゃなくてこれが出店になるよみたいなところもこのゼミを通じて出していきたいというところがありますね。 だから改正にも強くなるぞとということですよねあの皆さんからの,、ね、そのデータ収集によって集められてますからあの例えばタンレボとかで先生これちょっと変わるんじゃないですかみたいな情報から逆に私がねそうかとじゃあこれも逆に皆さんにも知ってもらう必要があるなっていうところをこのゼミを通じてやっていけるとだからいろいろねつまりこれまでの,その皆さんが入手したようなレジュメでカバーしきれてないところのかゆのいところに手が届く的な存在。 そういういいゼミでありたいなと、ね、もう最後のとりでじゃないけどねだってもう講座もほら軒並み皆さん今日出たけど短期書も終わりでしょうだからもうあとはねこういうゼミで新しい知識を補っていく必要があるわけですよ。そうでしょであとはそのねえー、担当実践討練っいうのがあるわけだけども皆さんね担当実践討練って解説ないですよ解説がないというのは解説冊子はありますが解説講義がないんです。なので それに対する、ね、質疑応答とかかかもなかななかなままならない、ね、だからといってレックに問い合わせてもなんかその所定のフォーマットに従ってねやらないといけないしまた回答までにも23週間かかると、ね、でそこでですね皆さんに提案あのあの皆さんからねちょっと要望があったのはと来れる時と来れない時あるとで先生がまたいる時といない時あると。だから、ね、皆さんこれです これも皆さんだけの特典ですで。出ていただければということですけど。はい。サルベージ質問シートというのを私は作りました。ね。で、これもちろんね、あのレック会員番号、あの受講番号、まあ、受講番号だけでもいいですよ。うん。あのレック全部書くとめんどくさいから、最低でも受講番号だけでもいいです。ね。で、あと、名前ですね。で、例えば、今回は条文の質問しますっていう時には条文を丸するね。で、条文だから、まあ、あのその時はテキスト名とか書かなくていいわね。 うん、要するにその「という条文」がありますが「という文条文のこの文言の意味が分かりません」とかねそういうふうにしてもうふんだんにありますから書いてもらうじゃあなんでねこういう形式にしたかというとまずあのえー、っとね、えー、皆さんね論文試験であのやはり、えー、アナログ的にこの書くということが求められるわけですよ。で、えー、結局私に質問するわけですよねで皆さんがね。 その自分の欲したい答えというものを私からうまく抽出するためにはうまく質問しないといけないんですよ。そうでしょだからうまく質問するためのやはり自分なりの文章としての組み立て方みたいなのを勉強になるでしょ。だからあえてこういう形式にさせてもらいました。ねそうすると論文の勉強にもなるじゃない相手に伝わる文章ということで。そうすると私も的確に答えもすると。はい、で答えはね もちろんあのこの皆さんの質問事項が数行で終わっている場合にはもうこの下の方に書きます。で皆さんの質問がこの枠にもういっぱいいっぱいだという場合にはね必ず A4 の紙に赤ペンで回答することにいたしますから、ね、そうすると全部 A4 サイズで皆さんもこう質問シリーズみたいな感じでねこう集められるじゃない。ね、なんかビニール袋に入れてであと、ね ここはまあ,あのちゃんと正直に書いてほしいんだけどあの日にちで皆さんからねおそらく私がいない間にその質問とか来ると思うんですよ。あの日にちの順番からやっぱりあの回答していきますからね、まあ、早いもん旬ですね要はね。うん、だから、まあ、あのまあ私が暇さえあればあの全部回答できるんだけど回答できない時もあるかもしれません次回までに、ねえー。その場合にはなるべくその こ,のここの日にちが早い人から回答していくっていうルールで生かしてもらいますただあの必ず回答しますからね、まあ、そういった意味ではこれ大きいよね、うん、つまりゼミ以外にもほら見てください青本でもいいし判例でもいいし審査基準でもいいし過去問でもいいしゼミの問題でもいいし実践通れでもいいしねその他でもいいしというねそういうことなんですよこれはね皆さんにとって大きいと思うよええということでこのサルベ質問シートねこれはあのむしろね あのもうすでに申し込んでくれてる人から先生こういう制度あのお願いしますというね提案ですよ。あのいいですそういうなるべくこういいことをね私のゼミでも積極的に取り入れていきたいなと。でもし私がこう回答しといたらあの皆さんが逆にねあの質問の、ね、回答を欲しい時に、まあ、俺がいない時に来た時でもあのちゃんと、えー 返却できるようなシステムを構築しますからねちゃんとボックスに入れて社員がこうつ分かるとねここに置いておけば返せばいいねみたいなねあのそういうふうにしておきますからはいまあそんなところですかねはいじゃあですねあのあとはえー、まあ大体言いたいことは全部言ったんですけど皆さんの方から何か質問ありますかねいいですよ、はい、こ,のこういうい のが、あの、あったらいいなみたいなのでもいいんですけど、うん。はい、どうでしょうか。はい、どうぞ、いいですよ。はい、質問シート。はい。来週の。ああ、分かった、かった意味が分かった。あの、要するに、土曜日に始まるけど、来週の。 例えば今日とか明日でも申し込んでればいいですかという話ね。あ、いいですよ。申し込んでればそれはいいですよ。ええ。申し込んでれば今日からでもいいですよ。ええー。もうそれはもう申し込み者の特典ですわな。ええー、いいです、いいです。今日から申し込めばもう今日からいけます。さあ、ほかにどうでしょうか。はい。いいですよ。うん。はい、どうぞ。じゃあ、ダニー・クローバー。あわ分かりました。えー。 そうですねそれ言ってませんでしたね条文の素読をやるというのはポイントだとそれはどういうことをやるんですかっていう話ですねはいあの基本的にね皆さんね今まで何らかのベースになるテキストがあったと思うんですようん例えば担当アドバンステキストとか論基礎テキストとかそういうのはね別にあの持ってくるのは自由ですただもう私のゼミではそのゼミのレジュメと法文集あ,のあとまあミアレジスタンダードがありますけどねうんもうそれだけでいいと でやっぱり、ね、皆さん方文集ちょっとひ開いてみるとどうですかねどんな感じですか適当に、うん、もう何て言うかぎっしりですかもうぎっしりなんか埋まってる感じまあそれはそれでいいんですけどねはいそれはそれでいいんですけどあのまあそうよね非常にこう密度高く塗ってる人もいるしそうじゃない人もいますよね別にそれはいいんですけど、はい、そこで私はねやはりその条文のね この文言が断片的にでもいいから頭にこの残ってる、うん、焼き付いてることがあの担当の,合,否の合,合格する上で重要だなと思ってるんですよ。というのはあの、ね、ロジカルに考えて間違う問題もあるんです。というのはね私あの何かね何ていう講座やったかなちょっと最近やったんだけどあの実践通連ににんかついてるオプション的な講座のね 問題でちょっっと自分でで解いて間違ったやつがあるんですよで私ほら正々堂々と間違ったやつは間違ったってあのごまかすことなく皆さんに言ってますからねうんそれでねこういう問題この条文があったんですよこの条文ちょっといいですかえーとねえー、条のちょっと見てくださいねこれはちょっと私も反省なんですけどだからこういうのをね素読によって頭に焼き,焼き付けようぜっていうことなんですよ。 ちょっと見てください169条のあこれだちょうどピンクで塗ってる俺はいでそもそもね皆さん169条なんてマイナーじゃないですかでマイナーだからこそあのこういうのが出たら怖いんですよ、うん、なのでこういう条文もね、まあ、例えば私があの声に出して読みますよちょっといいですかはい 特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は審判が審決により終了するときはその審決を持ってねここでまあスラッシュを入れるわけですよ。はい、でもここはねあんまり出読しなくても大丈夫なんです。なぜかというと論理的に考えて答えが出るから。というのはあの無効審判というのはね結局当事者対立構造でしょ。当事者対立構造という のはえー、っとボクシングでいうと赤コーナーの選手と青コーナーの選手が戦うようなそういう構造です。なので請求人が勝つか非請求人が勝つかわからないわけでしょ。で最終的にどっち,かどっちが勝つかわからんから結局どっちが払うかを決めましょうという条文なんですよ。だから真血があった時は真血で決めるというのはねこれは皆さんあのロジカルシンキングでなんとか答え出せるでしょし条文知らなくても。ところが次。はい。えー、っとね。 審判が審判決によらないで終了する時は審判による決定をもって職権で定めなければならないとここなんですよ。もう一回ね審判が審決によらないで終了する時は審判による決定をもってと、ね、このフレーズを今日はもう絶対に押さえてくれみたいな感じで言うんですよ。今日のワンフレーズみたいな感じでね。 うん、これれは絶対に押さえてくれフレーズだけでいいから、ね、もう一回うよ「審判が神経に場なので終了するときは審判による決定を持って」っていうフレーズを今日は絶対に押さえましょうみたいなのをねまあ10個だったりまあ20個なのか分かりませんけどね毎年あ、まあ、毎回板書に私が書いて今日のフレーズみたいにしてやっていくとそんな感じなんですよそうすると何がいいっつったって私ね間違った問題なんですよあの、ね。審判の請求を取り下げた場合であっても 決定をもって職権で定めなければならないという担当の枝が出たんですねわかりますあのこういうことです特許無効審判の請求人があその請求を取り下げた場合であってもお、えー、決定をもって職権で、えー、定めなければならないというのが出たんですよで私はね論理的に考えたんですよどういうことかというと審判請求を取り下げるということは 取り下げるやつが悪いんですよ。基本的にそうでしょ。自分でやっといて取り下げたわけだから、あの審判を請求して取り下げた人がお金払うのは当たり前じゃないですか？うんだから、そんなもう決定しなくても、決定も何もあの取り下げたやつが払って終わり。以上だから罰だってやっちゃったんですよ。ほら、つまり論理的に考えると逆に間違うやつがあるんですよね。だってそう思いません。皆さん取り下げたら取り下げたやつが責任を負うべきでしょ。だって出願もそうですよ。 出願も出願取り下げたら出願手数料戻ってきますか戻ってこないですよ出願手数料出願取り下げたらしてね審査請求手数料は戻ってくるかもしれませんがね出願手数料というのは絶対戻ってきませんよ出願取り下げてもねそれと同じように審判請求手数料も取り下げたら戻ってきませんよとあの請求したやつが払うんですよだからそんなことわざわざ決定でそんな定めなくてもいいやろみたいに論理的に考えて間違ってしまったと。 ねうん、だからそれはもうやっぱりねもうフレーズで覚えるしかないんですよ審判が親決によらないで終了する時には審判による決定を持ってそしたらね取り下げというものも親決によらないで終了の中に含まれますよねにによらないで終了に含まれまれすよね取り下げああだからやっぱり取り下げの場合も決定を持ってあの定めなければならないんだ。 まあちょっと納得いかないけどまるにせざるをえないかなっていうふうになるでしょうそういうことなんですよ、ねうん、だからとにかくねこのフレーズを頭に焼き付けると、ね、これが重要特にねこの勉強が構想してくるのは条,条約です条約というのはもうロジカルに考えても仕方のない面が多々ありますからね、うん、例えばねトリップス協定でよくこういうフレーズがありますよね。不不当当にに妨げずかつ不当に害さない ちょょっと見ましょうか不当に妨げずかつ不当に害さないトリップス協定です、ね、こういうところを、ね、頭にやつきつけましょうよという、はい、ちょっといいですかトリップス協定の、ね、30条のあたりやったかなはいちょうどありましたほら、うん、トリップス協定30条765ページ、ねはい、与えられる権利の例外ってありますよね ほら、うん、ちょっと赤アンダーラインねはい、えー、実証不当に妨げずかつ第三者のあ特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とするとあるでしょねでもこのフレーズ自体もちょっと長くて皆さんの頭には残らないと思うんですよ。だから結局、ね、もうここだけでいいからこのフレーズをまあ,あの声に出して読んで、まあ、皆さんに当てたりするから不当に妨げずかつ不当に害さないほら。 不当に妨げず、かつ不当に返さない。これだけでいいから。あの、マスターしてくれよみたいなね。こういうところを条文レベルでやっていきます。最後は結局条文レベルが頭に入っているかどうかで勝負になりますから。ね。はい。そういうところをやっていきたいなと。うん、フレーズを頭に焼き付けるっていうところをね。趣旨として。うん。そしたら、もう、あの、ロジカルに考えても、罰になるような枝ですらね。正解に持っていけるんだよな。 そうでしょう。だって、これ知らんかったらね、またはで出されても、丸にしてしまうよ。そうでしょう。ここのかつをまたはに出されてね。あの、丸にしてしまう恐れもあるじゃないですか。でも、不当に妨げず、かつ不当に害さない。うん、そんな感じですよ。ね。はい。あとは、どんな感じでしょうかね。うん。でね。ちょっと、あの、この不当に妨げず、かつ不当に害さない、覚えておくとね。これ、今、特許の。 ここれれトリップス協定のの特許の条文ででですすすわこれね衣装でも登場するんですよちょっと見ましょうかはい衣装はね26条ねあのトリップス協定26条ですよはいでオレンジの蛍光ペンでね、はい、いいですかほらあのここです「不当に妨げずかつ不当に害さない」ほらやっぱり出てきてるでしょいろんなところに出てくるんですよ「不当に妨げずかつ不当に害さないね」ねええー、そうでしょ 不不当に妨げずかつ不当ににつさない、ね、こういうフレーズを一つ一つねこの断片的でもいいから頭に残しておくそういった感覚でこうやっていけば断片的であっても塵も積もれば山となるやからね解ける問題があの出てくると、うん、そういうところをね大事にしていきたいなとこのように思っておりますはい皆さん他にどうでしょうかいいですよ何かあればはいじゃあどうぞ ええ、特徴123、あ特,徴 1, 2,、えー、特許の。あ,あ,許のあ,あ 1, 2,、はいはい。あのカリキュラムね、どれどれで。ういうのあ,らああ、そういうことですか、わかりました、あのね、はい。あの大枠的な目安でいいですか、あのねこんな感じかな。 あの一は、じゃあもちろん一条からなんだけど、一条から、あのそうですね、ちょっとわかりませんけどね、えー、っと、えー、っとね、えー、っと、六十5条はい、えー、まあ、第一回目は一条から六十五条ね、大体目安ですよ。なぜかとというと 権利化前って感じはしませんか1条から65条って権利化前ですよね保証金だしねところが66条で設定登録だから権利化後になるでしょねだから66条からあそうですねえー、まあ新取りの手前176っとかね176条ね、うん結構ボリュームあるねこれ。 うん、そして残り、えー、178条から実案まで全部とかね、うん、こんな感じ分る ?1 条から65条までもしかしたらねちょっともうちょっとあの出すかもしれんけどねはいで第2回目が66条から176条ちょっとこれ幅が広すぎるかなうんもうちょっとね手前で終わるかもしれないよでそれはね第1回目の時に言うから、まあ、とりあえず第1回目だけね 1条から大体65条までをとりあえず予習しておけばいいんじゃない、はい、でその後はまた私が言いますからちょっと順番的にねその第1回目だけはちょっと押さえておくわねはい <coughs> そんな感じでちょっと考えておいてくれるかね,ねであとはね簡単ですあとは権利化前権利化後みたいな感じで出していきますからね意匠商標はね、えー、そんなところでいいですか <coughs> はいじゃほかにどうでしょうか、いいですよ、えー、遠慮せんとあとはこう,こういうのはやってくれますかみたいなね、えー、あもちろんあの、はい、どうぞ、はいあ、質問シート、いやいや、別に大丈夫ですよ、はい、質問シートでもあのほら、回答あの言葉ですごい悪るような、はいね、例えば授業の休み時間とか、はい、あ全然いいですよ。 そそうそうただ皆さんがねこう例えば大量に質問する可能性もあるわけですよ。そうそうらあ要はねあのちょっとこういうのも考えてるんですよ、私あのこれ別に悪い意味じゃないですよ。例えば私のところに5人ぐらい行,行列が並んだと、ね、そしたら一人でいくつも質問される方もいら,ないですいいらっしゃるとそしてやっぱりこう行列の,、ね、この後ろに並んでる人はたったのほんの30秒ぐらいで終わるような、ね、質問の人も並んでる。ね、その一方でその 5分も10分も20分もという人が仮にいるとしたら、それはちょっとね、あの気の毒だし、えー、あまり良くないなと。うん。だからこういうので、まああのもう出してもらって帰ると<れ>ね。うん。そうね。ああ、そうです。ももちろんあのちょっとななんかこう長めのね、なんかこれはこう一筋なじゃいかんよみたいな的なやつを利用すればいいんじゃないですか。ね。すぐなんかその場の会話のあのものの2、3分で終わるようなものは。

当然ありますキャンとかマストでしょうあそういうのそういうところにやっぱり重きがあると思いますねちょっとわす私もねあの忘れうちに書いてみますけどそう,そうですねちょっと書いてみましょうかはいここのやっぱりあのえー、っとですねそうですねここの条文の素読っていうところはやっぱり皆さんなんかどうも興味がありそうだからねそうですここははいインパクトのある フレーズとか守語・術語ねマストとかキャンのそういうことです皆さんこれねあの意外とね点取れますよインパクタルフレーズ守護術語を鍛えるとねあのそうするとね法律ごとに特徴も分かってきますよ例えば国語法たるでしょ国際質法ね でロジカルに考えるとこれどう考えても「丸なんだけど罰みたいなのがよく出てきますそれはもうフレーズで覚えるしかないですよ。国外法ってね取り下げたものと見なさなければならないっていう表現がやたら多いんですよ。うん。却下することができるっていうね普通だったらなんか国内法だとこういうのもあるじゃん。なんかあの補正命令に対して補正に応じない場合にはあ特許庁長官は却下することができるといかにも丸でしょ これは国内法で考えたら丸ですよ。でも国外法はフレーズ的にそうなってないですよ。取り下げたものと見なさなければならないって書いてあるんですよ。ちょっと嘘だと思ったら見てみますか。だからねやっぱりこの勉強法ってね皆さんが苦手にしている条約とかで効力を、ね、発揮すると私はね思いますねえ。ちょっと見てみましょうか国外法でいいですよ。はいえー、っと 例えばですね、えー、そうですねあこれですねほらあ7条を見てください7条というところ国安法のねちょっと見ますから特許庁長官は国際線の次の確保のいずれかに該当する時はその素願が取り下げられたものと見なす旨の決定をしなければならないほらね普通だったらなんかこう却下することができるとか取り下げたものと見なすことができるんだけどなんか違うでしょ 取り下げたものと見なさなければならないあ胸取り下げたものと見なす胸の決定をしなければならないっていうねそういったそのフレーズをこう頭に焼きつけるねやたらまっす,すごいんですよ国安法廷うんあと補正命令のところもねほらちょっといい6条ね長官は国際線が次の確保の位置に該当する時は相当の機関を指定して書面により手続きの補正をすべきことを命じなければならないでしょちょっとじゃあね 皆さん実案法の6条の2見てくれる実案法のええあのねこっちの方が国内法では自然なんですよほらちょっと見ますよはい特許庁長官はあ実用支援と路線が次の確保の位置に該当するという相当の権を指定して願書に添付した面接について補正をすることを命ずることはできるほらキャン命ずることはできるやろじゃあ今度は17条3項特許法のこれを見てくれる ?17 条3項ね はいいいかそうするとやね17条3項頭だけ見てくれればいい特許庁長官は次にかかる場合には相当の期間を指定して手続きの補正をすべきことを命ずることはできるほら普通こうなんですよ何もも考えなければもうできるででで丸なんですよでもさっき言ったように国安法は「マストねこういったフレーズを国安法、まあ、要するに法律特有の独特なそういった表現といったものをね この頭に焼き付けていく作業をやっていけば苦手意識もね払拭できると思いますそういう特徴的なところをね全部同じだと思ったら大間違いなんですよ。ええ、であとほらまあ,あのなんだっけあれジュネーブはねジュネーブ国際あの出願あの衣装の衣装の国際出願ジュネーブ改正協定だけどあれはあれでねその取り下げっていう概念があの、まあ、ないというか。 あ,のいやあることあるんだよところがジュネーブでは取り下げという概念を拒絶理由の撤回という意味で使っちゃってるんですよジュネーブでは取り下げはあの特許庁側があの拒絶理由出すよね、まあ、特許庁の審査官なりが拒絶理由出すでしょでそれに対して出願人が何らかの応答をすると意見書なり法制をすると拒絶理由が解消するじゃんその現象を取り下げっつってるんですよジュネーブでは。 拒絶流の撤回を取り下げって言ってるんですよだから普通に我々が質問を取り下げるっていう場面で取り下げっていう言葉を使っちゃいけないんですよジュネーブは代わりに放棄ですほらこういうねこういうのもやっぱりこう素読を通じてやっていきたいなと思うわけですよえー、あとよくこういうのもあるよねこれはあのねジュネーブとマドプロ共通なんだけどもね 拒絶の通報というフレーズあるよねこれはジュネーブ窓プロ特有じゃない拒絶流通知言わないでしょ拒絶の通報というよねほらだからこういう特有の単語窓プロ、えー、ジュネーブに共通だよとで誰が誰に対して出すのとはい特許庁長官が国際事務局に対して通報するのが拒絶の通報ですでその通報を受けた事務局が出願人に対し その通報の写しを送付するという段取りを取るのがジュネーブとマドプロの共通点だとそれを覚えておくだけでも今年のあ去年の担当の、えー、ジュネーブの問題は解けます、ええ、つまりこのフレーズはマドプロとジュネーブ共通だよみたいな教え方をするわけですよそしたらマドプロで出てもジュネーブで出てもね 所轄の通報というのは長官から事務局に通報するんだなとでそれを受けた事務局が出願人に通報のうちを送付するんだなとマドプロジュネーブ共通なんだねともうこれで皆さん忘れないでしょ、えー、こういうねいわゆるあの法則性のあるところとかとかをこうやっていきたいなとねそんな感じですわねあと今日皆さんねあの短期と受けてた人ならわかるけど不正競争防止法ではね 重大ななな過失ががいいものに限るるみたいなフレーズがよくく出てくるでしょ、ね、まあ要するにあの知らないでかつ知らないことにつき重大な過失がないものに限るっていうフレーズがやたらよく出てくるでしょでその一方で著作権法には重大な過失がないものに限るっていうフレーズは出てこないんですよ。過失がないっていうのは出てきますけど重過失っていうフレーズ出てこないんですよ。ああ あと皆さんね類似っていう概念あるでしょ。類似っていう概念はねいいですか。特あの衣裳法と商標法には出てきますけど、特許法と実用新案法には一言も出てきませんからね。類似っていうフレーズは。うんだからやっぱりこのフレーズの勉強って大事なんですよ。ねもう理屈はないなみたいなところがあるからね、うん。だから理屈で考えるべきところは考えるけど、やはりその。 その音,音,音をね、こう頭に焼き付けて。そのフレーズだけで丸八が決まるような問題というのも随分あるから。そういうところで、皆さんがね、その回答力のスピードアップを図ることができるように。することは私の使命だと思います。ただ単に正解に持っていくだけじゃなくて。その正解に持っていくためのスピードアップ。ここも課題にしていきたいなと。ね、思いますね。はい、それによって皆さんが最終的には。 担当にはもちろん受かり論文口述にもこの応用が効くようなねそういうその指導というものをねしていきたいなと思っています。まあ、結局そのフレーズが頭にに残っていれば述も使えるわけだからで幸いなことに最近の口述試験は端的に答える人が受かる,受かるっていうまあほとんど受かるんだけどねほとんど受かるんだけど昔みたいにこの一問一句正確に答えないといけないよっていう口述試験では全くありません。 端的に答えてそれが的を得てれば正解な試験になりつつありますからねそういった意味でもインパクトのあるフレーズみたいなのが頭に残ってればねそれで答えていけば受かるわけやからいい,い,いあの時代になってきましたよ。ねまあ、試験も気づいたと思うんですよ昔みたいにガチガチにね条文丸ごと暗記しないと受からせないよみたいな口述試験がまるで意味がないということに気づいたんじゃないですか。ね、はい じゃほかにどうでしょうかね大丈夫ですかうんあとはねまあ皆さんあのほらゼミだからなんか毎回出ないとダメなんじゃないかと思いますけどあの大丈夫ですよほらこれね黄色で塗りますけど結石フォローついてますからねうんだから必ずあの解いてくださいよ、うん、ただね私はあの皆さんに言いたいのは結石フォローの場合であっても だらだらと解くんじゃなくて必ず1時間という制限時間をつけて集中的にやってくださいねそれだけは守ってくださいうん集中的になんか「はい」って言ってね、まあ、ストップウォッチじゃなくてもいいけどとにかく1時間集中してなんかスマホとかあのメールとかもやらないでねご飯にも行かずにやっぱりそういう時間を設けてほしいんですよね、まあ、現場に来る人は全然問題ないよはいで解説を聞く分には別にいいです途中で中断しようが何しようが うん、とにかく得時間の1時間だけは集中、ね、それは守ってほしいなとこのように思いますね、はい、あとは国ここにも書いてあるようにこの法改正とかあの審査基準特にね審査基準これはこれからもどんどんアップデートされていくと思いますから私がこの間改正の道場でやった以降もまたパブリックコメントを得てですね軌道修正されて皆さんに あのフィードバックしていきたいと思います軌道修正された正確な情報をねこれはいいことですよねであのあとほら法律改正というのはもう絶知してるんだけどもあの、えっと、改正本が出る可能性がありますよねそしたらほらその改正本なんかの解説もできる可能性がありますからねもう短期外が終わっちゃったんだからもう無理ですでもこのゼミでもし改正本が出たとするならばそれの解説後も,もできるでしょう えー、そういうところもありますよ、ねうんあと私があの普通の機関講座で言い忘れていたような情報ね例えばですよあのこれ言い忘れてたじゃないですかあの要は、えー、著作権法の、ね、去年の改正で相続の対一般証券の場合には普通はね登録しなければ交流活性あごめん相続の対一般証券は登録しなくても第三者に対抗できるでしょ。でも著作権法はそうじゃなくなくったよと ね、77条と88条から移転の後ろの格好書きが削除されたよとかねそういう情報はねやっぱりピンポイントやからなかなか我々プロも気付かなかったりするんだよ、ね、そういうところも随時あの受験生からこう指摘を受けたような、ね、ところも含めて皆さんにあのフィードバック開示できるというところがメリットだと思います。はいねえ まあそんなところですよ皆さん何としてもね担当を受かってほしいうんもう論文よりもあの担当に落ちる方がもう超悔しいからねあと皆さんの中にはもしかしたらこういう人もいるかもしれない担当には実は受かっとると、うん、もしそういう人たちがいたとするならば私はこれお勧めしますよなぜかというとね担当に受かってもこれがもうギリギリで受かっている人はおそらくはいあの三振する可能性が結構大なんですよ えー、それはどうしようというと39で仮に受かったとしましょうそしたらもう普通は担当の勉強しなくなりますよね。でどん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 知識のざる、あのー、の目からね小さな知識がどんどん砂のように落ちていくわけですよ。そうするとねゴロゴロした石みたいなやつだけ残っとるとだから新創霊の適用期間は1年でいうのはそれ誰でも知ってるようなねそういうもう大きな石は残るわけですよ。でも去年の特日みたいにね あのほらこういうのが出たでしょ特許査定後の全審査で特許査定が出ましたねであのお友達は特許査定当本送達の日から30日以内は分割できるからね分割するといいよみたいなアドバイスをしたさあ適法かみたいな問題が出たやろでおそんなの適法じゃんって書いちゃった人いると思うんですよアウトやね、うん、でしかも問題がねうまく作ってるんですよ全審査とは一言も言ってないですね うん、だからまんまと引っ掛けと落ちた人も多いと思うんです。でもやっぱり担当的な勉強をしてる人から見ればね。で、あの44条の1項2号にはカッコ分けあって、あの全審査を除く差し戻し後の審査を除く書いてますよね。覗きはきだから、そういう担当的な勉強をしてた人は論文で出されてもあの慌てふためかないというところですよね。だから私はね。ちょうどあのこのぐらいのゼミで。 その私もね手の内をこう出し尽くしますから出題者はこういうところを皆さんをねだ出してあの皆さんを引っ掛けをうとしてるんだよとね引っ掛けるところは大体正し書きかのぞき書きかかっこ書きかですからね、ええ、でそういったところで皆さんをダマくらかそうとしてるんだからその手の内を明かしていきますそれによって皆さんがもうね二度と騙されてなくなるあれと一緒だよオレオレ詐欺とねオレオレ詐欺も手の内をしてれば騙されないわけでしょ でもあ,のあちらさんもあの手この手でやってくるわけですね。で今最近流行りなのがね代引き詐欺っていうやつですね。代 <laughs> 引き詐欺っていうのはもうさっきも説明したんだけど授業中に要するになんかアマゾンから送られてくるわけですよ。ねそうするとあのしょっちゅうなんか取引してる人はね「あまた来たか」みたいに「ええー、っとあの着払いで1500円になります」って「ああそうですかついつい払っちゃうんだね1500円ぐらいだ」と。ところが身に覚えのないものが届いてると。<laughs> ね あとはなんかただの石が届いたとかね、えー、なんだこれはみたいなあ詐欺に引っかかったってその時点で引っかあの分かるんですよでも開けたら最後なかなかそのリカバーするのは大変ですよできなくはないけどすごく大変ですもう開封した後はねだからもう身に覚えがないものはそのままねお引き取り願うと、ね、そういう新手の詐欺が今ね流行ってますから皆さんも気をつけてくださいねはいまあそんな感じでしょうかね どうでしょほか他に何か聞いておきたいなっていうことがあればで私はそういうことをね皆さんにこうあの詐欺じゃないですけどね出題者も皆さんをダマくらかそうとしますからそのいろんなパターンを洗いざらし出していくと出題テクニックだよってで皆さんがもう騙されなくなるとね一つはあのこういうテクニックがありますよね出題者側のテクニックであのいわゆる揺さぶりっていうやつねな何なんだから何なんであるっていう出し方ですこれは大概ね罰なんですよ 何なんだから何なんであるっていうのはね理由付けをつけて結論を出してるからいかにも丸っぽく見えるんですよでも大体そういうのは×ですから。ええー。ね。はい。あとね「という判例がある」っていうのは絶対「丸になります。<laughs> なぜかとい,うと,、ね、あのという判例があるで×だとしましょう取材者が予定した答えが。という判例があるで×を作ったとしても。 その問題を作ってから皆さんの手元に行くまでにそういう判例が万が一出たら困りますよね。そうでしょう。ね、今ではなくても本当にそういう判例が出るかもしれないわけでしょ。うん、だから取材者としてはリスクが高いんで、という判例があるっていうのは丸にせざるを得ないんですよ。<laughs> ね。うん。まあそういうテクニックをね、あの皆さんにこう伝授していきたいなと。ね。あとね、という規定があるっていうのは大体罰が多いですよね。 そういうところも皆さんに伝授していってまあ一見そのなんかこう都市伝説的なところもあるんだけど意外とこう理にかなってるぞと点になるぞ的なねそういうテクニック的なところも伝授していきますから皆さんぜひこの「担当サルベージゼミ」でうやっぱりあの皆さんねあの担当に受かればあの本当ね気が休まるというか。 やっぱり担当が一番気が休まらないと思うんですよね一番緊迫したこの試験だし、うん、それで科目数が多いしもう早くあの論文はね、まあ、少なくとも特日一生だけで済みますしねっ口もそうですからとにかく担当さえ終わればねあとはちょっと気が楽っていうのは現実問題としてあるからねはいまあそんな感じで、えー、やってみましょう皆さんねじゃあちょっと早いですけども。 あのなければ終わりますけどどうですかね質問とかなければ終わりますよ大丈夫ですかじゃあ個別に対応していきます何かあればねはいじゃあ皆さんあのさっきも言ったように申し込んだ人はもう早速このサルベージ質問シートを出しても構いませんからねあの俺がいない時でも窓口の社員にあの言っていただければもう私に届きますからねはいじゃあ皆さん今日はサルベージ登場のえー ガイダンスに来ていただきまして、どうもありがとうございました。じゃあ皆さん一緒に勉強してみましょう。どうもお疲れ様でした。はい。